スペインの修復技術がすごすぎるということで見ていきたいと思います。まずこちらなんですが、こちらスペインの教会にあったイエス・キリストの肖像画なんですが、こちらの肖像画が劣化しているということで、2012年にですね、82歳の女性がこの肖像画を修復したということなんですが、こちら左が元々のオリジナルの肖像画ですね。でセンターが劣化してしまってね、ちょっとハゲたりしているんですが、82歳女性が修復した後がこの右側のもうハゲがねなくなっているイエス・キリストだということで、もう見てわかる通りこの修復がねひどすぎるということで話題にねなってしまったそうです。もうこれはね上から適当に塗って子供でもできるんじゃないかという変貌をねイエス・キリスト遂げているんですが、このようにスペインではですね、肖像画だったりの大切な文化遺産の修復作業に失敗してしまうという事例が何回もね報告されるということで、次はこちらですね。こちらスペインのねこれも教会にあった木彫りのね像なんですが、まあ、木彫りということで経年劣化でね色も変色していたりしていたので、2018年に美術教師がこちらの木彫りの製造を修復したんですが、修復後がこちらですね。はい、こちらね左側が修復後ですね、右側が修復前で劣化していたものなんですが、まあ綺麗にね修復されてるんじゃないかと思うんですが、色も塗られて歴史的な威厳はね完全になくなりました。でこちらの修復された木彫りの製造なんですが、まあさすがにね漫画キャラみたいだとかいろいろ言われて、もう一度他の専門施設が修復したということで、それがこちらですね。一番左が最初のね状態、劣化した状態で、真ん中が最初の修復で、右側がそれからさらに修復した木彫りの製造で、まあ、最初と最後だけ見たらね、あ、綺麗に修復されたなと思うんですが、もう真ん中挟んでるんでね、この真ん中を挟んでも2回目の修復で右側のやつに行けるんだっていうね、もう真ん中挟んじゃったら新作じゃんとも思うんですが、その修復技術凄まじいなと思いますね。このようにスペインではですね、歴史的な肖像画だったり製造だったりのね修復作業に失敗してしまうという過去があるんですが、どうやら最近ねまた新たに修復作業に失敗してしまった事件があったそうで、こちらですね、こちら聖母マリアのね絵画なんですが、こちらの絵画も劣化していたので修復作業を行ったところ、こちらですね、はい、誰が見てもわかるように修復作業にね失敗しています。もうスペイン人は歴史をね繰り返しますが、こちらねやはり持ち主の方が全然違うじゃないかということで怒って、元通りにしろというふうに言ったので、もう一度ね修復しました。さっきのね木彫りの製造も2回目の修復でもういい感じになってましたから、今回もねいい感じになるんじゃないかということで、2回目の修正後の聖母マリアがこちらですねはい、もうねきつい顔になりましたもはやこれも新しく描いたやろと思うんですが、まあ、最初とね1回目と比べると徐々にね年を取ってるみたいな感じになってしまいました。もうこの修正後の聖母マリアはね処女じゃないですね、おそらく。このようにですね、スペインでは文化遺産の修復ミスの事例がねたくさんあるということで、この文化遺産を守るためにも修復する際はね適切な訓練を受けた修復者のみが作業を行う必要性があると、芸術作品の教授だったりが言っているそうで、もう今後はねより厳しい規制が必要だとも言われているそうで、もうとうとうねこのスペインの文化遺産の修復の歴史も動き出すかもしれないということだそうです。はい、綺麗な聖母マリアがね好きですね。以上です。